木マ大輔、木マ大輔、木マ大輔、1983年1月28日体は日本の覆面レスラー。リングネームは問題流。2006年12月9日に若手選手育成のため作られたドラゴンゲートネックスの旗揚げと共に猿をモチーフにしたエープ、木マのリングネームでルパン松田2000でデビュー。 猿を模したコスチュームで動きも猿らしく身軽で、バナナが大好物で見つけると追いかけていく習性があった。飼育員としてバッファロー・モローがセコンドについたこともあった。ギミックのためにお笑い試合が多く、活躍の機会に恵まれず、2007年12月から山に帰ってしまい、一時期行方不明になる。2008年1月11日に行われた ドラゴンゲートネックスにて、超新流、二代目として、戸沢線で再デビューし、勝利する。当初は、全身コスチュームであったが、後に上半身を露出させたコスチュームに変更。5月14日、土井刺激と吉野正人に、新ユニット、後のワールドマイナス1のメンバーになるかと思われたが、控え室に土井の携帯電話を取りに行かされただけだった。その後、 MCKZ、ガ MC 加ニュガンマから、オープンザガンマゲート王座に、中国からの資格、二代目、元エープ。決まったこととして三度連続で逆指名された。二度目、三度目では、勝利したにもかかわらず、理不尽な判定により、王座獲得はならなかった。その後、ドクターマッスルに奮した、吉野正人に、プレートは、プレゼントされた。 ダイエット七番勝負で成長を見せたとザーに、触発され、自分もやりたいと直訴したところ、ドン・フジーの提案により、なんと五十番勝負が行われることに。対戦相手は、団体内選手の他にも、ザ・ターボマン、佐藤祐樹、岡田和地か、ゲ岡田和地か、グラン・浜田がいる。結果は一勝一分け四十八11月8日のギフ大会にて地元であることを明かし、 BB ハルクと組み、ヤマトとサイバーコングを相手にツインゲートコントラ、引退マッチを行い敗北。自らマスクを脱ぎ引退を宣言するが、ハルクに止められあっさり撤回した。11月28日のブユーデン、11デグラン、浜田と対戦するも敗北。2009年、神風、ボリアーズマイナス5が結成された際には、意味深な発言、ユニット加入を希望していた。 1>, 1月17日には、ザ・ターボマンの持つメキシコ州ウェルター級王座に挑戦した。4月18日、もちづ明をパートナーに、オープンザ・ツイン・ゲート王座時期、挑戦者チーム決定トーナメント1回戦にて、勝利するが2回戦で敗北。その後、もちに八つ当たりし、5月5日に、愛知県体育館大会出場権争奪マッチが行われることになった。 4月30日に5月5日、愛知県体育館大会出場権争奪マッチにて MCKZ と対戦し、勝利。5月5日に谷崎直樹をパートナーに、もちき藤井と対戦するも敗北。しかし、試合中にマスクが剥がれても構わず、立ち向かうがむしゃらさを高く評価された。7月8日、 東京新規バファーストリングで行われたウォリアーズマイナス5自主工業、一丁目はしちょい。わっしちデグラン・ハマダと再戦、敗北するも、ハマダを師匠と仰ぎ、タッグ結成をアピールした。なお、この時から不定期的に、シースルーのマスク迷彩柄の全身タイツを着用するようになった。2012年に入り、存在ぶりはエスカレートし、しまいには、 ネックス勢をののしる場面も増えていった。帰り討ちに会うこともしばしば。そして、3月8日にダークマッチの試合に突如乱入。相変わらず、若手をののしる場面となるが、さらにクジーが現れ、マッとブランキー入りが発表された。さらにリングネームを超悪流に解明する。しかし、不事に、日々の問題行動ぶりを指摘されたが開き直り、問題流へと解明した。しかし、同時に、 自身初のユニット入りという瞬間でもあった。問題流になってから不存ぶりはエスカレートし、さらに団体内では、マット・ブランキー以外の選手から、すべてが、深いというレッテルを貼られるほどのヒールぶりを、発揮している。シーマには、プロレスもマイクも、中途半端で基本ができていないという国標ぶりだが、それでも聞く耳を持たない。さらにシーマ・ロワイヤルでは反則技で優勝し、 大座挑戦権を手にしたことに、シーマは、唖然としていた。しかし、挑戦権は、その後、キング・オブ・ゲートを優勝した、堀口元気と対戦して敗戦。挑戦権を奪われた。富永千博との交争で三代目超新流に、奪われた、自身のテーマ曲であったが、ガンマとの交争を開始。ムチ打ちマッチで、ガンマのテーマ曲をかけ、奪おうとするも敗北。ガンマより、 ベテラン軍の吹き込んだブーイングのみのテーマ曲、ソルティエボーボーを客プレゼントされた。2013年12月、札幌大会初登場。シュープロでは、世界のプロブレムドラゴン問題流札幌登場という、カラー記事が1ページ特集されたが良くなかった記事、第2位になった。2013年は、ドラゴンゲート最弱王になった。9ジと、問題。 財としてのタックとサイバー、コングとの問題銃が多い。2014年8月5日、1VS4 のオープンザドリームゲート王座に初挑戦。王者の BB ハルクが、ドイ刺激、クジーサイバーコングそして、問題流4人を倒したら、防衛となる変則ルールの試合で、王者はしばらく王者として土井がなるも、問題流自身は13分54秒で敗れる。 2016年所属ユニットバーサークが、ヤマトと高木の派閥に一度分裂するが、中立の立場を取って、ヤマト派閥、土井、谷崎 VS 高木派閥、サイバーことかによる、タッグマッチの際レフェリーにいている。2016年7月3日、今治大会の試合中にフラミータのフラムフライが、致命傷となり、頸椎ヘルニアが悪化。以降は、試合数が激減。 2017年3月8日、バーサーク対オーバージェネレーションのヘッドハンティングマッチにて、オーバージェネレーションが勝利。頸椎ヘルニアで両腕が動かない状態であることからシーマに心配されて、オーバージェンナーションに引き抜かれて加入。そしてリハビリで首を直して復帰することを宣言し、長期欠場となる。またこれにより、サイバーを除くマット・ブランキー歴代メンバー全員が、 ベビータータンすることになった。4月7日、大阪零六のセコンドとして、甲楽園、ホール大会に登場。しかし、試合中に、対戦相手のパンチとみなが、エルリンダマンにより、リングに上げられマスクを剥がされるも慎重したマスクを、つけて、通し、パンチに使用攻撃を決め、大阪零六の勝利に貢献。以降も治療をしながら、セコンドとして、不定期参戦。 10月29日、神戸大会で復帰戦を行うも敗北。デビューから一貫して身軽な動きを活かした戦法が多いが、ヒールターン後はバリエーションが増えてきている。しかし完成度がまだまだなことから、どいわ枠、問題流だからと言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。